リンクスタートあれ大岩間なんとせナイス。当時ちなみにこの役柄がこう決まるまで定まるまでというか苦労ってやはり多かったですか？まあ、基本的にやっぱあの頃あたりで僕オーディションとかの受け方の体制がちょっと自分の中で個人的に変わっていってた時期だったんですよ。へえ、そうなんだ、聞きたい、ちょっと聞いてみましょうよ。だからなんかもう後で後悔するんだったら、うん、そこでやってしまえと、もう本当なんかテストって、僕今でも思ってるんですけど、ある種こう自分たちが持ってきたプレゼンみたいじゃないですか、はい、僕はこう考えてきましたけど、監督さんとかいかがですかこれ、はい、方向性合ってますかみたいな、っていう方向でガーンって最初出してしまえば、あとはこうディスカッションして、あのこう馴染ませていくって、まあそうですね、まあ受かったら受かったでうーってなりましたけどねいや今のお話私聞いたことあるんですよ、松岡のテストはテストじゃないってね、松岡のテストはテストじゃないかっこいい、それでバシンと決まって、はい、ね、手応えはあったんでしたっけ、その SAO のオーディションの時って、あ、スタジオオーディションでした。そうですね、スタジオオーディションでやったんですけども、はい、まあ、僕個人的には一番最初手応えは全くなかったですよ、あ、そうなんだ。ただ、やったっていう、これで落ちるんだったら縁がなかったんだなって、やりきった感じゃちゃんとあったって、いいな、本当ですよ。これ言えないんですけど、はい、当時そのキリトのあれ二次オーディションでしたかね、はい、の時に行った時に、まあ、グループ分けされてるんですよ、どのオーディションもそうなんですけど、何時から何時までって言って、まあ、ABCD みたいなグループ分けがされてるんですけど、はい、で最後キリト の, その選考オーディションの時に現場行ったら、何々さんがいるってなって落ちたって思いましたね、メンツ見た瞬間に。だからこそ逆に開き直れたのかもしれないですね。ああ、なるほど。だからすっごいなんか自分の中でもうオーディション会場行くまではすごいドキドキしてたんですよ、はい、でも逆にメンツ見た瞬間に、あ、これは落ちるなって思ったから、はい、逆にすごい冷静にできたんですよ。いやー、日高さん、いいお話聞いちゃいましたね。いいそうですね、素敵なお話です。ここからはですね、このクイズ改めて普通のクイズではなくシリカに関することをお伺いします。そしてシリカだけでなくシリカを演じる日高さんにもまつわるさまざまなことをクイズ形式で。どういうこと？やっぱりほら先ほど冒頭で松岡さん自身について振り返ったので、はいはいはい、あらその分日高さんについても。そういうことだったんですか？そんなつもり全くなく話してましたけど私そうなんですよね。これはやられましたね。次はね、日高さんのターンと言いますか、はい、日高さん自身にもちょっとね振り返っていこうというコーナーでして、自信のほどはいかがでしょう？お付き合いも長いですもんね、ま、どんな問題来るかですね。やるしかないですよね。そうです、もう松岡さんは常に目の前のことに全力でやるしかないんで す, で, す、ね、でも結構現場もね、 SAO もそうですけどたくさんご一緒してきてますからね、大丈夫です。シリカのことならまだいいですよ、はい、ちょっと待ってよ、日高さんのこと。ただシリカもそうですね、シリカである日高さんについてみたいな、 あくまでこちらではなるほど、いると思いますので、ではまず早速参りましょう、はい、第1問はこちら。シリカが第1期4話冒頭に襲われたこのモンスターの名前は何でしょう？名前？そうなんです、ちょっとね先ほども4話のお話出てきましたが、このピナがね、はい、多分ストーリーは絶対これね、名前？はい、あのね、配信とかでね字幕出して見てると出てきますね字幕出してないよそうですよね、はい、
名前をちょっとここで書いていただいて、でご覧の皆様もこうじゃないかなとかね、ぜひ考えていただけると嬉しいです。シリカが第1期4話、しかもご丁寧にコメント流れてないんです、うん、そうなんです、ここはもうコメントオフでお二人には見えませんが、ね、ご覧の皆様はこれだよとか、多分こんな名前だったなっていうのをちょっと一緒にねお答えいただいて参加していただけると幸いです、ね、第1期4話冒頭のあのシリカといいますかピナを、ね、襲ってきたあの険しい、どうしたんですか、あ大変、大丈夫ですか松岡さん、うん、手についただけです、ね、それではお二人とも一斉にオープンしていただきましょう、どうぞなんでそこ通じ合ってるんですか、すごいんですけど、私たち通じ合ってる、こういうクイズコーナーありましたよねすごい通じ合って、松岡さんが、ええ、ゴリラーマン、はい、ゴリラーマン、はい、で私がゴリゴリキング、ゴリゴリキング、もうこれゴリラでいいんじゃないかな、ね、もうこれ迷ったんですよ、いいんじゃないかな、ワンチャンもしかしたらゴリラってあるのかなって思ったんですけど、ゴリラかな、ではちょっと正解を見てみましょう、ええ、正解はこちらでした、ドランクエイプといういかにもねモンスターらしい名前で、続いてではよろしいでしょうか、はい、第2問目に参ります、2問目、はい、続いてはこちら、シリカの相棒ピナを10秒で書いてください、こちらは、はい、あまだカウントは大丈夫ですよ、まだ大丈夫、はい、あのシリカちゃんがね一緒によくもうご存知かと思いますが、もちろんそのピナちゃんね、うん、はい、こちらをでは10秒で書いていただいて、まあどちらか近しい方にちょっとポイントが入るというね流れになっております、ではよろしいでしょうか、はい、では相棒ピナを書いていただきます、スタート。まあこんな感じかなっていうのがなんとなく伝わってくればね。はい、終了です。10秒はね短いですよね。もう伝われば大丈夫です。絶対刻み込まれてますからピナの存在は。はい、ではお二人とも一斉にオープンしていただきましょう。どうぞ。いや待って、なんでまた形がちょっとなんか近い、いや日高さん、いやだめだ本当にもうシリカの声優としてやったらダメだわ、日高さんって画伯系でしたっけ、あれ、いや多分これあれですよ、あの目の前から見たらこうなんです、横から見たらこうなってるんです、確かに、あそうそうそう、そうだよ松岡くんその通り、シリカちゃんいつもこう見てますもんね、そっか確かに正面から見たらこんなです、ええ、ピナひよこみたいな感じになります、みんなは分かんないですよ、みんなはだってシリカじゃないもん、そうですよね、横から見てるでしょ、確かにこれ正解ってもしかしてシリカしか分からないじゃないかな、そうだ、そう、そうですよ、シリカにしか分からないんだから、どうしよう、ではこれはまず正解見てまいりましょう、こちらです確かにこれ日高さんの目線からするとそうかもしれないって覚えてくるのが怖いちょっと、うん、頭つるんって丸すぎましたけどね、これどうしよう、ね、そして松岡さんのは日高さんのでもなんかタコっぽいんですよねそうですね、ちょっとこう見ると改めて見るとそうです ね, ねもうちょっとこれもどうだろう、でもでもなんかやっぱりそうですね、こっちの方がね、これどうするべきですか、ちょっといやこれどう考えても松岡さんじゃないですかすごい悩んでくれてるけど、これはそうですね、まあ、まだ問題はございますので、はい、申し訳ありません、すごく心苦しいし個人的にはお二人とも正解にしたいのですが申し訳ありません、不正解で、あ不正解で、あ、はい、お二人とも正解、不正解なんだ、あえ松岡さんもダメか、不正解、あごめん、あなるほど、厳しい、ちょっとここは厳しく、うん、厳しく、ね、厳しく、了解です、はい、厳しい、では続いて参りましょう、今度はですねシリカ演じる日高さんにまつわる問題がやってまいりました、これは頑張ればいける、そうですね、はい、私のことだから、そうなんです、ボーナスタイムじゃないですかこれ、でも大丈夫です、松岡さんもきっと近くにいたからいける、はい、はい、第3問、2019年11月12日日本放送にて毎週火曜21時から20毎週21時から20分こちら放送中のソードアートオンエア、ゲストとして日高さんがご出演された回のディレクターズカットしないバージョンにて松岡さんが日高さんをリナマルと呼んだのは全部で何回でしょうか、ねえ松岡さん正解させる気ないじゃないですかこれ、呼んでよ今、あまず、あそうだ
忘れてた。あれから一度も呼んでくれないんですよ。呼びますって言ってくれたのに。2019年からはい、リナマル、いい声でリナマルいただきました、ね、これからぜひね、はい、定着させていきましょう、皆さんもどしどし呼んでってください ね、 ね、リナマルと、リナマル、はい、はい、そのソードアートオンエアの中で呼んでいたという回なんですが、まあ、こうだったかなという、まあ、思い出をねちょっと振り返ろうというコーナーでもありますので、全部で何回だったかをお答えいただきたいと思います。多分これだと思う、はい、うん、私もこんなぐらいかな、うん、では参りましょう。一斉にオープンしていただきます。どうぞ。せーの、お、結構分かれた。おこれは、え、おお、あ、そっか、日高さんのは今のもカウントしてるのかな。あ、でも違うな、これは2019年、うん、結構言わせた気がするんですよね、もう一回言ってみたいな。お、そんなこと、どうでしょう。なんか自分が渋ったような気がするんですよ。いや、あ、言わなかったっけ。これはでもあれか、いや、そんなリナマルってって言ってもワンカウントってことですか、うんうんうん、じゃあ正解見ていきましょうか、うん、正解はこちらです。え、2回当たった。そうなんです、松岡さんが、まさかのね、日高さんでなく松岡さんがしっかり覚えていたという。ほら、すごい、絶対これぐらいだと思ったんですよ僕、うん、頭の中で考えて、え、すごっ、え、ね、私言わせたがりなのに2回しか言ってくれなかったんだね。松岡くん、日高さんは7回ぐらい言われたっていう感覚なんですよ、2回分が、ね、2回分が7回分なんですよ、日高さんは。多分これ直接言った回数じゃないですか、はい、なんかあの、いや、そんなリナマルとか言えないじゃないですかっていうのはカウントされてないんじゃないですか、はい、ですよね。そっか、そうなると多分7回ぐらいは言ってるはずなんですよ。なんかそんな気もするよね、なんかね。それは要確認ですね、あ、でも松岡くんすごい、すごいですね。いや、ちょっと感動しました。ということで見事ここは松岡さんの正解です、はい、おめでとうございます。ございます、すごい、はい、私が神です。これは